カリッとサクサク、こんばんばー。はい、ということでですね、今日通院行ってきたんですよ。で、経過を見てもらって、あと子宮の中とかも確認して、もうまるまる OK でした。もうちゃんと子宮も収縮してるし、うまく耕されてるし、うまい畑になってるらしい。退院してそこから育児始まってから、あの風邪ひいたのか、なんかすっごい体調悪くなって、咳がずっと治んないの、薬飲んでても。で、まあ飲める強い薬飲めないんで、授乳してるからね。だからそれで、今日通院でそのまま点滴してもらって帰ってきたんですけど、聞いてくださいよ、会計が通ってなくて、早い段階で行ったのに、もう帰りもう誰もいなくなってたよ、私が会計するときに。あー、もうクソって思いながら、もうしょうがないなと思って、嫌なこと一つ減ったなって思うようにして冷静になろうと思って。そういうのあるじゃないですか、なんか反動が。いいことばっかりでダメだから、これが嫌なことだったって思って、ちょっとプラスに考えようかなと思ってます。だって1時間ぐらい取られたから、時間、時は金なりなんだよ。時間はお金で買えないもんねっていう。買えるんだっけ、買えないですよね。ね、で娘を母親に見てもらって、だからもうなんだかんだで、私お母さんとすごいなんかこう育児のことでぶつかって、まあぶつかってってほどでもないんですけど、だけど結局やっぱり母は偉大で、やっぱ安心ですね、お母さんに預けるってなると。もう今もう娘もやっぱ慣れてるし。どうしたの、見てこれ、ベビーカーにつけるトイっていうかおもちゃなんだけど、でこれこうつけるじゃん、で引っ張るじゃないですか、ドゥーンびっくりしてるよ、いっどー、笑ってたの。そんな感じです。これはもう赤ちゃん本舗で買って、で、そう、最近赤ちゃん本舗行った時にいろいろあって、今は絵本だったりとか、ここ最近買った絵本とかだったら、これはもうみんな多分知ってると思うけど、モイモイっていうのと、これがウルシーっていうの、ウルシーで合ってるの、ウルシーと、あとこれですね、どんな花が咲くとか言って言って、こう開いて1ページだけ見せると、こう1月、あーくしゃみ、1月 何が咲くかって言って、水仙の花が咲きましたみたいな。まあ、これ赤ちゃんがこうめくれるようになればいいんだけど、まあ、私がこうめくって読んだりとかしてもらって、女の子なんでやっぱりこう花がさ、好きな子が子で行ってほしいなっていう。だから私も母がすごい花が好きで、そう、私もだからその影響で最近すごい花が好きになって、母ほどではないけどガーデニングだったりとかもすごい興味あるし、なんかいろいろそういう感じで、まあ、別荘の方でやってるんですけど、そう、そして何やともあれ今帰ってきてご飯食べなきゃいけなくて、で、まあ、これもですね、母が全部作ってくれて、帰ってきて食べるだけで、家事は本当に何もやってないんですね、私も本並さんも。そうだから、まあ、もちろん赤ちゃんにこう娘に手はかかるんだけど、それででも母はやっぱこう働きながらもそうだし、働いてもいるんで、でやってくれてるんで、マジでありがたいですね。本当に母がいなかったらどうなってることがあって、もっと結構もう行き詰まって揉めてるっていうか、うわーってなってるかもしれないですね、この感じだと。本当に感謝してます。なので喧嘩もしないようにしたいなと思うんだけどね、本当にね、なんかぶつかるんだよね。だから今私もこの初めての赤ちゃんじゃないですか。だからこう例えば水でさ手洗ってさ、その手を拭かないでそのまま触られたりとかするのすごい嫌なんですよ、やっぱ。そうだから、それがまたさ、これ一人目だからっていうのもあるのかもしれないけど、わかんない。それはなんかよく言うじゃないですか、こう二人目だともう全然気にしないみたいな。そうだから、まあ二人目産まないとかも今の段階ではもう全然考えてないけど、で今からご飯食べるんですよ。いただきます。うどんを食べます。これはうどんで、あやから、宮間あやちゃんやるじゃん、宮間あやちゃんから送られてきた。やば、もう固まってる、もう時間経っちゃってて、宮間あやちゃんからもらった新玉ねぎ、うまっ。娘はこっちにいるんで大丈夫です、こぼしたとしてもね。うまっ、うん、
おいしい。ミルクしか飲めないもんね。だってね、今度大きくなったらさ、ママと一緒にうどん食べよう。食べよう、うどん食べる、うどん食べる、一緒に大きくなったら。こんな感じで会話してます。でまた今日もちょっと揚げすぎちゃった、ミルク。もう難しくて、まあ、母乳であげてるのもそうなんですけど、あのミルクが増えてくじゃないですか、飲むので。そのミルクのところは今2ヶ月になるってなったら140か160って書いてあって、でも病院で聞いた時には 100とかを2ヶ月ぐらいまであげていいって言ったけど、100だともう超お腹空いちゃって無理で、ごめんなさい途中で。オールフリー、もう超ハマってる。やばいね、体重が本当にもう、あ、ごめん、びっくりした。なんかよだれがすっごい出るようになってきたね。くぅー、あ、うまっ。はーい、はーい、うん、喋ってる。最近すごい喋るんだよね。ね、喋りますよね。うん。うん。うん。何かなと思って見てんの？ちょっと眠いね。さっきお母さんにミルクあげてもらって、ちょっと眠いみたいです。ただ母乳を今日もあげて、なんか例えば140だとしても、ミルク、あ、母乳あげて90までしか飲まなかったんだって。でも3時間以内にやっぱお腹すくからって言って、じゃあ次40上げてみたいな、そういう感じで上げてるの。あのこまめに、その外出してる時は私が。そう、でも今日とかももう母乳飲みたい、こういう風にやるんですよ。私の抱っこしたらこうおっぱいおっぱいくれみたいな。でもそれも今日助産師さんに聞いたら、やっぱお腹いっぱいでもやるんだって、やっぱこう反応して。でもそれででもさ、泣いてるからさ、欲しいのかなと思って上げちゃってるじゃないですか。そしたらそのまま吐いちゃうみたいな。だからもうそれはもう上げすぎだから、それがあるんだよね。でおしっこはあの結構してるから、もうそれだったらミルク足りてるねってことだから。難しいよやっぱ育児。最近すっごい急に余裕出てきましたね。でもこれも周りに頼れるからだと思う。なんか最初のうち本当にこう YouTube もそうだけど、インスタとか Twitter もまあ今よりもまあでも上げてたか。でもそれででもやっぱさ、こうなかなか上げれなかった時もあったんだけど、マジで 何やるにも時間なくて、顔も洗えないし、お風呂も4日間ぐらい入んなかったかな、帰ってきてから。で今こうやってゆっくりご飯食べることも なくて、うわやっぱマジ育児やばいと思ってて、やばいのは変わんないんですよ今でも。でもやっぱこう自分の時間ができたりとか、ある程度これぐらいがこうかなっていうのが分かってきたから、なんかこうみんな助けてくれて、すごい余裕が出てきた。でもこの子本当にいい子で、夜絶対寝てくれはするんですよ。泣いたりしないですよ、起きてても。目開けてバッキンと起きてんの、もう暗い中で。パッて見たらさ、黒目がめっちゃでかいんですけど、パーみたいな、バーみたいな目開けて、本当にたまにホラーなのかなって思うぐらい、よくあるじゃないですか、チャッキーみたいなさ。そう、それでうわって思うんだけどさ、その時にさ、これトントン、はい、どうしたの、何ですか、どちました、抱っこちたい、まだご飯まだでしょ君、はいはい、そうそう。だからまあこうやってグズグズはするけど、まあ今でも泣いちゃうかな。んで、おっぱい飲むの？おっぱい飲みたい？どっちだどっちだ。ほらこう首をねグッグッってくるんですよ。こうやっておっぱいの方にこう。じゃあちょっとおっぱい飲もう。ちょっとごめんなさい、ね。これおっぱい飲む。よし。吸えましたね。よし。でも話してたのがなんかこう、私の母の時代とかなんてもう紙おむつ
がなかったから布だったなっておむつで毎回洗って干してみたいな。でミルクだってこんなに多分機能的なのなかったじゃん。あとおしるひくも ないから、こうタオルとかをお湯で濡らしながら拭いてあげたりとか、本当に大変だったと思う。だから育児って本当に大変ですよね。なんかそういう先人の方たちがさ、そういろいろ積み重ねてきてやってくれたから、今こうやってね便利なものができてるし、まるっとカリッと、はい、どうぞ。おっぱい参上、おっぱい参上、はい、あーやったー、いやーって言ったの。めっちゃ飲んでるんだよね、やっぱ飲みたかったんだな、おっぱい。でミルクはもう最低3時間あげなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。まあ2時間50分とか2時間とかであげちゃうときあるけど、そう母乳だったらまあいいかなっていうのがあるんで、そこは安心してるんだけど、吐くとかわいそうだな、やっぱり。そう、この娘の首が座ったらやっぱ仕事復帰できる気がするというか、やっぱなかなか、まあ、母にも長時間っていうのはなんか私も不安だし、母の時間もなくなっちゃうし、あと我が家は犬がいるんで、犬のお世話ってなるとね、やっぱりなかなか難しいなっていうのがあるんで、なるだけ私がやりながらできたらいいんですけどね。でも今はこう同居してるんで、本当は産前産後でもう帰ろうって話だったんですよ、自宅に。でももう全部やってくれるから本当ありがたいじゃないですか。でなんかやっぱりこう一緒に暮らすっていうか、こう現金の時も、福島行ってアメリカ行って、まあ、千葉の時は自分の家だったんですけど大阪行って、その間は家族と離れてたし、でまあね、両親も高齢になるってなったら、やっぱりこう一緒にいて見てあげる人がいないとやっぱり心配だし、まあ、ここまで育ててくれたからこれを返さなきゃなっていうのはあるじゃないですか。老後をこうね穏やかに過ごせるように楽しく、そしてってなった時にやっぱこう同居するのが一番いいかなっていうのがあるんで、このままもしかして同居するかもしれないし、ちょっと経ったらまた私たちは自宅に帰るかもしれないしっていう状況なんで、まあ今はそういう感じでやってます。あとこの子の、まあ、例えば保育園なのか幼稚園なのか、まだちょっとそこも決めてないんですけど、どうするんだろうなと思いながらもいろいろやることがあるなと思ってて、ただ私も仕事大好きだから、やっぱ仕事は早く復帰したいんですよ。子供といる時間ももちろん大事だけど、やっぱり、まあ仕事もやりたいなっていうのがあるんで、そうですね、今本並さんが働いてくれてるんですけど、早く仕事したいなという感じですね。まあ、あと2ヶ月になって、2ヶ月検診でワクチン 4回打って、で、まあ、あと1つがね、飲む薬を飲んだんですけど、マジで超かわいそうだった、痛がっちゃって。でもまあこれで記憶がさ、やっぱ赤ちゃんの時ってその瞬間はあってもさ、後々聞いたらないのかなとか、自分がさやってもらった時って記憶なかったもんね、注射の。そうだからまあかわいそうだなと思いながら、でお母さん押さえててくださいって言われたけどさ、もう本当に押さえてんのもうわーってやるからさ、わーもう私もやだよ、押さえたくないよと思いながらさ、本当こう変わってあげられたら変わりたいなって、なかなかこうさ変わってあげられるなら変わりたいなって思うことが今までなかったですよ、人生で。誰かにさこう変わってあげたいなと思うことで、まあ彼氏だったりとかさ、まあ、家族はそうだけど、でも本当にそう思うじゃないですか、本気で思うじゃん。だからまあそこも変化ですよね、こうお母さんにっていうか親になったんだなっていうさ、だから今買い物行ってももう私自分のものなんかほぼ買わないですもんね。まあネットでは買いますけど、な娘のものとか、だからこのまま赤ちゃん本舗行って気づいたら4万ぐらい買っちゃってて、赤ちゃん本舗って意外に安いじゃないですか。そうでもいろいろ、あこのガーゼの洋服いいなとかさ、おもちゃいいなとか、おもちゃなんかこうベビーカーにつけれる絵本だったりとか、もうそれで気づいたらあれよあれよと4万ぐらいって、まあ穂波さんには内緒なんですけどね、穂波さん多分 YouTube 見てないと思うから言おうと思って、でまあネットでの買い物もたまに穂波さんのカードで買ったりとかしてるし、気づいてないんですけどね。
そう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 、だからいろいろバランス取ってます。なんかこうチッと思ったりとかイラッとしたこととかあると1万円分買ってやったりとかしてますこれ内緒ですよ。そうだからこれでさ違う人と結婚してたらどうなっちゃったのかなって今まであるじゃないですか、元彼とかさ何人かと何人かっていうかまあ10人弱ぐらい付き合ってきてって考えたらその中で絶対結婚ってさ大人になればなるほどあるじゃないですか。まあ 4,5 人はあったからそういう結婚の話ってなった時にさよかったなと思って結婚しなくて。いやそういう風になるようになってんですよね多分。私は本並さん結婚するようになってたんだよね今考えたら結果論だけど、うん、だからとにかく私は元気もりもりで頑張ってます。そして今はこう自分の時間もそうだし娘との時間 もちろんね大事だからいろんなところに行きたいなと思って、まだ首座ってないからあれなんですけど、まあ、本並さんとの時間もすごいいろんなところ行けたようにこう3人で一緒にねいろんなところ行きたいし、あと家族でってなると別荘に行けるんで本当に有吉ゼミで別荘買っといてよかったなと思って、最高と思って、タイミングもそうだしよかったなと思うし、あとペットもいるし赤ちゃんもいるしってなったらどっか旅行行くって言っても無理じゃないですかやっぱね。とにかくちょっとこう授乳とかいろいろこうね大変だし、なんかうわーもう無理だとかなんでっていうことが結構あるんですよ。お腹にあお腹じゃなくて背中にさうんち回っちゃった時とかもそうだし、でさそういう時に限ってさ下にタオル引いてなかったりとか、タオル それでなんかメッセージでペットシートっていうのがあって、確かにそうだなって思いながらいいそのアイディアっていうかアドバイスすごいありがたいなと。あとはいろんなことありながらもこういろんなアドバイスもらいながら本当にこう私も励みになってやってるので、こうね一緒の時期に産んだ方もそうだし先輩ママさんたちもそうだし、これから産むママさんたちもそうだけど、こう一緒に頑張っていけたらいいなとかって思いながら、やっぱ絆は熱いですよね。こうはい、そういうことでじゃあ一緒にやるこれ最後。そんな感じでまた次もいろいろ YouTube 上げていけるときに上げていきたいと思うので、ぜひ皆さん見てください。そして登録よろしくお願いします。はい、この動画を見て一番びっくりしたのはカリナさんのおっぱいだよねって思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。これはね私のおっぱいが急にこう授乳しておっぱい飲ましたときに、え今動画撮ってんのっておっぱい側の意見です。これはだから私がおっぱいが出たからとかっていうわけじゃなくて、まあ、出さないんですけど、そうおっぱいの気持ちを考えたいな。おっぱいだったらびっくりするのが自分がおっぱいだったら、え取られてんだ今みたいな、そういう感じで、はい、じゃあね、バイバーイバイバーイバイバーイ。